トーネード ADV、RAF トーネード F3 トーネード ADV は、トーネード IDS をベースに、イギリスが開発した、防空戦闘機である。ADV とは防空型の頭文字を意味し、防空戦闘機であることを指している。イギリス空軍では、命名規則により、名称のトーネードの後に戦闘機の F をつけて、命名していたため、トーネード ADV の故障は使用していない。 1970年代、イギリス空軍は長距離溶撃機として老朽化した、ライトニングを代替する戦闘機を求めた。航続距離が長く、低空と航空の双方で運動性と速度を確保、できる、可変翼を装備したトーネード IDS をもとに、その改良系を防空戦闘機として用いることとなり、BAE 社が1976年より開発を開始した。 A 空軍はトーネード IDS のグレーン121を振ったため A 空軍に納入された最初のトーネード ADV はトーネード F2 と命名され1979年10月27日に初飛行を行った部隊配備開始は1984年11月イギリス本土から離れた北海や大西洋北東部で ソ連の爆撃機を迎撃することが考えられていたため、必要な航続距離を確保するために、左限の機関砲を外して、空中給油用の引っ込め式プローブを装備している。そのため、機関砲は右限の一門のみになっている。マーク104エンジンは、アフターバーナーノズルを延長し、高高度での行動を想定して最適化された。また、 a i m 7ースパローをベースとしたイギリス製中距離空対空ミサイルスカイフラッシュを同大会半埋め込み式に4発搭載することが要求されたため胴体部も78センチメートル延長されたこれに伴い燃料容量も750リットル増加している機種のレドーム形状も変更されたために全長は IDS より2メートル伸びている トーネード IDS の胴体はイギリスで生産を受け持っていたため、胴体の延長は比較的容易なことであった。レーダーは、対地攻撃用レーダーから、対空戦闘を主眼に置いたマルコーニ製の AI-24 フォックスハンター対空溶撃レーダーに置き換えられ、機種、レドームモより、IDS より鋭くなっている。しかし、 このレーダーは不具合が解決されないままトーネード F2 に搭載され、18機が生産された。そのため、レーダーの不具合を解決したトーネード F3 が1986年に配備されると、主に訓練で使用された F2 は1988年に運用を終えた。ごく少数のトーネード F2 は F3 と同様の装備へアップグレードされた。 アップグレードされた F には F2A とも呼ばれ F3 損耗の穴埋めとして運用されている。サーフトーネード F3 トーネード F3 はライトニングとファントム FGR2 と交代するため152機が発注された。ミサイルはスカイフラッシュと AIM-9 サイドワインダーを搭載する。初引っこは1985年11月20日。 1989年、サウジアラビア空軍に最初のトーネード F3 が引き渡され、1994年にはイタリア空軍が老朽化した F-104 スターファイターを保管するため、ユーロファイターが配備されるまでの10年間、イギリス空軍からトーネード F3 を借りることを発表した。異空軍のパイロットは A 空軍の基地で完熟訓練を行い、 1995年に、イクヨ軍は最初の機体を受領した。1996年に、イギリス国防省がより効果的に能力を保持させる CSP の計画を発表した。ミサイルは、アムロームとエーズラムで統一し、同体化インターフェースの修正も合わせて行われ、武器完成システムも一新された。イクヨ軍も CSP を受けたバッチを受領し、 1997年までに前期が引き渡された。しかし、このプログラムだけでは、アムロームの能力を十分に発揮できないため、引き続き、スカイフラッシュを装備したままの配備が続いた。そのため、2002年のアップグレードでアムロームの問題解決が図られた。近年、防空戦闘機の活躍の場が限られてきたことと、 トーネード IDS の負担を軽減させるため、敵防空網制圧の任務に、トーネード F3 が装備していた、レーダー探知、捜索システムを応用できることから、2003年に、F3 にアラーム体、レーダーミサイルを搭載する改装が行われた。この F3 はトーネード EF3 とも呼ばれ、EF3 を装備した1個飛行隊が2005年まで運用された。 2011年3月22日に A 空軍における最後のトーネード F3 運用部隊であった第111飛行隊が解散し、同軍では前期が退役した。1991年の湾岸戦争で実戦に初参加した。トーネード F3 はレジネートサウス作戦とテリック作戦のもとで、 湾岸戦争が終結した後も飛行禁止空域の紹介を認ぜられた。1999年には、NATO のアライドフォース作戦の下でイギリスとイタリアのトーネードがユーゴスラビア空爆支援に参加した。イラク戦争でも戦闘空中紹介の任についたが、イラク空軍が積極的攻勢に出ることなく戦闘機は、 地上撃破されたため、イギリス空軍のトーネードが戦果を上げることはなかった。出展、ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1993-94、諸言性能武装作サクエッティ、レンゾ、イタリー、エス・ブリティッシュ・トルネード・オーズ・エアフォー・セス・マンス・リー、キー・パブリッシング、オクトーバー2003 ピアニッシモ、50、リトリーブドオン2006年10月2日 UK、UK リタイアーズラストトルネード F3 ファイターズ。クレイグホイル、http コロンスラッシュスラッシュ www.flightglobal.com スラッシュアーティクルズスラッシュ2011スラッシュ03スラッシュ22スラッシュ354597スラッシュビデオ html2011 年4月11日閲覧。 ランベール1993ピアニッシモ173-175 RAF エキップメントトルネード F3 スペシフィケーションズロイヤルエアーフォースリトリーブド一時ュライン2010ありがとうございます